なっちゃった。せっかくだからこの上からいきましょうか、うん、じゃあこれを見せてくれ。はい、どどん、こちらです。はははは、こっちは。じゃあまあ質問しましょうか。うん、ダン、どのくらいの頻度で体験するのが理想的ですか。お、自分の理想でいい。はい、自分の理想、ね、年にぐらいかな。年に、あ、自分ワンシーズン1回かな。あ、確かに、あの好きなあれがある人だったら、うんうん、すごいぼかすけど、好きなあれがある人だったら、うんうん、そうかもね。あの遠くまで行くっていうのは年1でいいかなと思うけど、近場で行けるんだったら年4とかぐらいで。そうだね、はぁ、行きたいよね。うん、まあ、いいですか。どうぞ。はい、旅行する。あー、うーん、結構遠いと思う。あ、そんなに遠い？遠いね、これは。あ、ほんと？あの、旅行が副産物で起こるようなことではあるかもしれないけど。そうかもしれないね。あ、そっちがサブなんだ。旅行がサブ。あー、ほんと。じゃあ、次のやつ。セカンド行きましょう。セカンド質問。クエスチョン。セカンド質問。セカンド質問。じゃん。どんな道具を使って体験しましたか？いや、むずいね。これ言っていいのかな？自分じゃ先答える、うん、タオル使った。タオルか、うん、タオルとかリストバンド使うことはある。あ、そうだね、うん、私でも、まあ、でもこれ言ったら本当にバレるから、うん、何言いたいか分かんないけど言っちゃっていいんじゃない。光る棒。ああ、分かった。光る棒を使う。分かった。あの、そうだな、なんて表現すればいいのか分かんないけど、でもコンサートに行く。ああ、いいんじゃない。うん、正解です。ライブに行ったね。ライブに行ったね。はい、あ、まあちょっとタオルの時点で、ああ、なるほどっていうのは、ね、思った。でもタオルだとなんかいろいろあるじゃん、一応。あ、一応ね、温泉も使うし。わかるわかるわかる、うん。え、直近何のやライブに行ったの。アンジェラ秋さん。秋じゃない。あの、僕らを目指したシャングリラの。ああ、双剣のハフナーとか、何もシドニアとか、K とかのオープニング。僕らが目指したシャングリラーって知らないか。ごめん、オタクじゃねえからわかんない。あ、しね。アホガールとかな。アホガールとかな。ごめん、ちょっとオタクのことわかんない。ごめん、ごめん、パンピーでごめん。そんなパンピーの須田さんは何のライブ行ったんですか。須田は、直近は、ね、去年のあれだ、ロッキン、ロッキンに行った。ロッキンってなんだ。ロッ、お前らオタクすぎるだろ。フジロックフェスティバル。あ、そういう感じです。ロッキンっていうやつがあって、うん、まあ、まあ、ロッキンフェス、フェス、フェスだよ、フェス。俺ね、行かないんだよね、コンサートとかライブとかって。好きなバンドとかないの。あのね、アーティストとかいない。いや、いるいる、いっぱいいる。それこそいっぱいいるんだけど、うん、ライブに行きたいっていう発想が基本的にはかない。あ、そうなんだ。あ、まあ、金がかかるっていうのもあるんだけど、うん、ただそれを飛び越えても行かなきゃいけないなっていうアーティストはいる、うん、最近ようやく出てきた。あ、そうなんだ。で、一番行きたかったニコタッチザウォールズが解散しちゃって。そうなんだ。解散っていうか無期限活動停止。あ、自分たちで活動を終えたんだよね。一回ピリオド打ったんですよ。そうだね。もうあーってなっちゃって、しくったー、早く行っときゃよかったーってなった。推しは推せるうちに押さなきゃ。いや、ほんと。で、今は、玉置浩二、安全地帯の。はいはいはい。へぇ、安全地帯好きなんだ。あ、大好き。へぇ、すごいよ、あの人。もう、ほんと、意味わかんない。ほんと、歌手。で、もう、次に行きたいのは、マーティン、鈴木雅之。うん。鈴木雅之は、グラサンかけたおっさんなんだけど、うん、いや、ビジュアル見ればわかるよ。ビジュアル見れば分かる。違う、そうじゃない。そう、違う、そうじゃない。おお、なんでなんか渋いね、安全地帯だの。あ、でもあれで小田和正とか好きだし。渋いね。え、でもラルクも普通に好きだし。いや、ラルクも渋いよ、なんならもう。あ、そうかな。あ、でも最近よりも1990年代とか、うん、渋いね。なんか何歳。いや、27歳。え、でも俺好きなアーティストは、うん、あ、でもそうかも、クイーンとか。いや、何歳。え、クイーン、あ、でもそういう意味で言えば、うん、ボヘミアン・ラプソディって映画あるじゃん、うん、あれは俺の中でクイーンのライブなの。あ、まあみんなそういうあれで見てるよね、結構。そう、うん、あれはクイーンファンの、マブダチと、はい、
あの洋楽大好きな俺の役者仲間と2人で見に行って、もう本当に見終わった後はもう生まれたての子ヤギみたいなもう、あすごすぎた、あすごすぎたよみたいな恋がなくなっちゃった。 DVD 買ったね、当然。あ、マジか。当然買った、当然あれは泣けたわ。すごいよかった、あれっていう話。なるほど、ね、っていう感じです、はい、じゃあこれで4点。はい、これ4点ですね。スジャー、はい、ネクストスジャー、いきます。俺が目を背けてたの、ね、毎回忘れちゃう。じゃん、おい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 、はいはいはい、なるほどね、なるほどですね、これですね。はい、いいですか、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これは質問カード使おう。はい、まあ使いましょうか。3ターン目、質問カード禁止でいきましょうか。あ、行こうか。3ターン目で。おお。じゃあ、じゃじゃん、これです。どのくらいの金額で体験しましたか。だー、まあ1000円は超えないわ、うん、俺は、なるべく安くする。うんうんうん、まあそういうもんだよね。気持ちはわかるけど、買い出しとかになると結構かさばったりする。あー、そうだね、あなたはそうだね。そうだね、なんかこの店のこれが好きみたいな人ってまあいるじゃない。あそこまで広げる。いや、まあ一応、あ、一応俺特にないんだよね。一応自分こだわりは若干あるんだ、うん、あるんだ。そうかそうか、うん、っていうぐらいにしとく。まあ普段使いだと2、300円かな。ああ、まあそんなもんよね、うんうん、そんなもんだと思う。普段使いだとわかんねえけど、はい、とりあえず言います。はい、はい、コーヒーを飲む。あー、なるほど。これがここだとすると、うん、俺の中ではここぐらいかな。あー、自分なんだろう、コーヒーにガチ勢的にはめっちゃ遠いんだけど、世間的なこと考えたらもうちょっと近くでいい気がする。あー、まあここら辺、間取ってここら辺しとった。そうだね、うん、まあ、悪くないですっていう。なるほど、悪くないですっていう、うん、むずいな。オッケーオッケー、じゃあ次の質問。ちょっと待ってね、まあ、かなり情報絞ったね今回いや、あの、あなたの蛇口が緩すぎるからあれ、これ出資者が食べられない流れじゃね確かに。じゃあこれいきますね。その、あう、その体験が好きそうな有名人キャラクターは誰ですか。はアメトークでありそうだけどね、なんかアメトークで、トーク、うん、なんかそれぞれの全部やるじゃん、なんとかなんとか芸人っていう形で、あ、いや、それぞれでありそうだね。お店の種類ごとにありそうだね。ありそうだね。お店の種類ごとにある。ありそう、ありそう。うん。あとなんか YouTuber の人が割となんかあのアイテム集めてやってるイメージが若干ある。いや、そうだね。それはそれもある。なんかペヤングを買い占めてる水溜りボンドさんとか。はい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 。あとは同じもの揃うまで変えられません的なこと。ああ、イエス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 。まあまあまあ確かにいろんな。2回目出してよかったかな。わかんないけど、まあいいんじゃない。いいんじゃない。ユーチューバー御用達みたいなとこは。御用達でもないけど、企画で使いやすいっちゃ使いやすい。あ、そうだね、そうだね、それはあるわ。うん、っていうぐらいにしよう。なんだろう。うわ、全然わかんないマジで。いや、今回は結構ガチで話。俺は結構喋ってんだけど、あの質問。答えに対する質問として結構しんどい。そうそう、結構しんどいね。そうだね。そうなんだ。え、むずいな。ね、御用達引っ張られてる変なところに、なんだろう、コンビニでなんか買う。ちょっと待って、違う、今の答えじゃないよ。なんだろう、同じシリーズで揃えるとか言ったな。なんだろう、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 ですね、待ってくださいね。なんだろう、全然思いつかん。なんだろう。じゃあ5秒以内で、5、4、3、2、ラーメンを食べる。あー、まあまあ遠のいた、まあ、遠のいたよね、遠のいたよね。200円でラーメン食えないもんな。うん、通常に300円でラーメンってすごいよね。まあいいや、ちょっと、そうです、はい、いや、これはなかなかむずい。なかなかにいい感じに、いい感じ、いい感じに話ができますね。
っと待って、そしてリンがこれはカレーを食べられる流れな気がします。やったぜ、今9点だもんね。うんです。じゃあこれ取ったとしても7点だからね。そうだね、現時点でそうだね。難しいね。お、ちゃんと質問選んでいくパターンで、まあ、確かにそうだよね。そうだね、さっきの質問とは全然違う毛色の質問しないと、うんうん、1個目に近いのまだなんかいけそうな気がする、うん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 、はい、じゃあこれにしよう。どんな道具を使って体験しましたか。ごめん、これもしかしたら答え、あの一気に近づくこと言っちゃっていいの。あ、どうぞ。パスモ使った。あ、俺、あ、そういう意味で言うなら、うん、俺楽天ペイだわ。あ、うん、だよね。うん、俺はそういう人だからなるべく楽天系で決済したい人だから。まとめたいってことだよね。そう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 。こっちあの、まあ、知ってる人いないと思うけど移動がめっちゃ長いから、あのチャージ結構してんだ。あ、イエスイエスイエス、交通系のカードにめっちゃチャージしてるから、保険出すのめんどくさい時はパスモ追加で行くことが多い。俺はそう、その○○ペイみたいなさ、いろんな決済ができるようになったから、うん、 そうだね、そこに行くのに財布を持たなくてよくなった。充電切れたら怖いけどね。あ、だからそのためにさ携帯バッテリーを常に携帯してるんですよ私。携帯だけに、携帯だけに。いやいやいやそんな上手でもなんでもないけどね。そこに行くの、これでもうだいぶ近づいた。だいぶ近づいたよね。うん、整理するとコーヒーがそこそこ近くて、ラーメンが遠くて、電子系決済使えるところ。まあ、でもラーメンもそんなにガンってわけじゃないけどね、正直ね。え、コンビニに行くじゃない？正解！え、さっき言ってたのに。だってコンビニが答えじゃないって言っちゃったから。いやー、そうか。なるほどね。ありそうじゃん、アメトークでローソン芸人とかファミリーマート芸人とか。いや、YouTuber に引っ張られちゃった。一番ミニストップ芸人かな、ありそうなの。ありそう。いや、でも俺そしたら俺参加できる参加できる、全然参加できる。はい、石澤さん現在7点です。やばい。じゃあ、いきます。マヒロン、いってくれ。はい、ダダン。はい、せーの、じゃん。おうおうおう、はい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 、私これ結構話せる。あ、ほんと、うん、ちょっと待ってね。え、じゃあこれ逆に外してった方が面白いのかな。任せるおう。はい、じゃあどうする、質問カード使う。あ、このターンは使います。あ、うん、二人と同じように使います。見て選ぼうかな。じゃあ、いきます。どこで体験しましたか。いや、もうこれ専門の、うん、それ用の場所、専門のところ。具体的に言うと、うん、私はあ、でもね、大学の時に大学の体育館でもやってた。え、あんの。あった。え、いいなそれ。そう、でやってた。いいな。いや、うちなかったな。楽しいよね、これね。うん、好き。でも俺1回しか行ってないかな。私そこ、あ、でもこれもうヒントの話。俺はでも、うん、好きだけど、なんだろう、そんな一生的に俺は行かない。ああ、まあ、うん、そうだ、人によるだろう、ね。人によるだろう、ね、うん。好きだけどねっていう。専門の場所でしょ。うん。あの、もう多分ボルダリングしか出てこないんだけど。お前すごくない？すごくない？え、嘘？なんでだ？そんなヒント与えてないよな、俺ら。いや、でも、分かるかも。専門の場所で運動系ってなったら、運動系で、あー、そっか。で、国内で、うん、で、普通ないけど、スジャのところ体育館にあった、すげーで、うん、だから卓球とかバドミントンとかそんなレベルじゃねえ。そうだね、ちょっと分かっちゃうかも。あー、マジか。え、ゆるかった俺今。ゆるくはなかった。ゆるくはないよね。ゆるくないけど、確かに。あー、なるほど。いや、これは、うん、ヒロが現在10点です。やばー、やめー、すげー、当たると思わなかった。私これ靴持ってるから。専門の、うん、お、すごい。これやってみたいんだよね。あ、やったことない。ない。あ、これは楽しいんだよね。あのね、中野のところにあるの知ってて、あるある、でかいの、行ってみたいなって思ってんだけど、全然タイミングとか。あ、そうなんだ。一人で行くのもなってなって。あ、それそうだね、一人で行くのはね、ちょっとね。動画で行く。あ、俺は全然いいよ。うーん、
まあ、まあいいけど、いいけど向こうがなんて言うかだよね、うん、それな撮影的に。はいはい、じゃあ次は現在のマヒロが10点なんですが、あ、こっちか、うん、現在マヒロ